こんにちは、博士です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、プラミさんに日本建築の実例と建築士について解説していただきたいと思います。で、概要欄を見ていただくと、リンクが置いてありまして、そこから資料をダウンロードできるようになってますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただきながら、聞いていただきたいなと思います。で、途中で質問コーナーも設けようかなと思いますので、もしドラミさんに聞いてみたいこととかですね、今勉強をしてて、確認したいことなどあれば、コメント欄に記入していただけるとありがたいです。ドラミさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。多分ドラミさん、初めての方もいらっしゃるかなと思うので、簡単に自己紹介をしていただいていいですか？はい、わかりました。私ドラミです。一級建築士は平成29年度に合格いたしまして、学科1回、製図3回受験しております。主に得意な分野が計画だったので、今日は皆さんに、計画の勉強方法をお伝えできればいいかなと思っておりますので、お願いします。よろしくお願いします。結構この実例とか建築士の部分ってあんまり得意じゃないっていう方が多いと思うので、ぜひその辺も、勉強仕方を含めですね、お話しいただけたらなと思います。そうですね。苦手意識持ってる方多いと思うので、そんなに重く考えなくていいよっていうのを今日の動画でお伝えしたいと思っております。じゃあ、資料をダウンロードできた方はですね、手元に資料を開いていただければと思いますが、スクリーンにも出していきますので、合わせてご覧ください。こんな感じで大丈夫ですかね。はい、いい感じですね。じゃあ、あと言っていただけたら資料を切っていきますので。わかりました。じゃあ、早速、今日の目的っていうところで次のスライドお願いします。今日はですね、主に2点ポイントがありまして、まず、建築作品の日本の建築作品の出題ポイントを学びましょうっていう話と、あとポイントの2つ目が、覚えるべき建築作品の優先度をつけていきましょうということで、主にこれ2つの軸を置いて説明していきたいと思います。じゃあお願い次、しおま願す。いします。はい。で、今日の動画の構成なんですけれども、まず最初に、先月、博士の給食での計画編ということで、計画のこの分野どうやって勉強すればいいかっていうのを説明させていただいたので、それの簡単なおさらいをしていきたいと思います。で、2つ目が過去問で出題された建築作品の簡単紹介をやっていきたいと思います。で、3つ目は、以前博士にツイッターで、あなたの好きな建築作品教えてくださいということで投票いただきました。で、その投票結果をランキングで紹介していきたいと思います。では、早速、先月の博士の給食のおさらいからいきたいと思います。もう一個次のスライドでお願いします。一級建築士学科計画の全体構成ということで、他の科目に比べて、学科の計画っていうのはかなり多岐にわたるジャンルがあるよっていう説明をその時もさせていただいたんですけれども、建築計画、都市計画、建築士、積算、マネジメント、それぞれで出題ポイントも攻略方法も違うんですけれども、今日この中でも建築計画の、各建築用途の事例、あと建築士の日本建築士の流れ、各様式の特徴、事例、そういったところを説明していきたいと思います。次のページお願いします。前の動画でも建築事例を学ぶ意味っていうので、事例苦手ですよっていう方多いと思って、なんでこれをやらないといけないかっていうところを、説明したんですけれども、私の解釈だと、歴史に学ぶことをぜひ学んでほしいっていうところを、述べさせていただいて、詳しくは前回の博士の給食聞いていただきたいんですけれども、そういった中で、その時も解説した通り、建築事例の問題数っていうのが、年々増えていって、
まあ、去年も6問、数字例の問題数が出てきているので、これを全部捨てるっていうのはかなり危険な判断になってきております。なので、まあ、その時に建築事例、じゃあどうやって学習していけばいいですかっていうところの、まあ、一番取っかかりしやすい覚え方といいますか、身につけ方というのは、この建物どこがすごいのとか、そういうのを自分の言葉で説明できるようになれば、ある程度、覚えるっていうだけではなくて、理解するっていうところに、軸が置けるので、まあ、より、特定に直結しやすいのかなっていうところを、前の動画でも解説したんですけれども、まあ、今日そういう、じゃあこの建物どこがすごいのみたいなところを、まあ、簡単にご紹介していければいいかなと思っております。じゃあ続いてのスライドお願いします。では早速ですけれども、過去問で出題された建築作品の簡単紹介、まあ、あくまで簡単な紹介を今日やっていきたいと思います。で次お願いします。で、まあ、過去20年くらいで過去問に出た建物名ということで、まあ、これも全部拾い切れてるわけでもなくて、あとは過去もっと遡るといろんな建物名が出題されてたりするんですけれども、出題された内容っていうのをざーっとまとめさせてもらったのがこのスライドです。で、これだけ見ると多分みたいな、もう圧倒されちゃうと思うんですよね。もうこんなに覚えないといけないのみたいな。で、私もなんかこれだけ見たら、ちょっと苦しいな、みたいな。ちょっと、特殊ケースの方とかは、これ、バッと出されたら、ね、ひるんじゃいますよね。そうですよね。うん、ちょっと、まあ、これだけの範囲を、まあ、この後、試験まで少しの間でやらないといけないってなると、かなり身構えちゃうと思いますし、まあ、入ってくるものも入ってこないと思うので、私の中で今日こういう内容を分類して解説していきたいと思いますので、その分類別に小分けにすれば、その内容の中で比較して覚えやすかったりとか、まあ、そういう工夫ができますので、まあ、これ全部覚えるっていうよりは、ジャンル分けしながら理解していくっていうことを、まず、やっていただきたいなと思っております。じゃ次のページお願いします。じゃあ早速なんですけれども、まず過去問に出た建物紹介で、どちらかというと建築士のジャンルになってきます。まあ古代から近代までの間にどういう建物、まあ日本の歴史に対して建築様式がどう変わっていったかっていうところをいつも過去問で触れられていくんですけれども、まあその中でも割とその西洋と比べて日本の建築士っていうのはその用途、神社とか寺とか、あとは住宅とか、そういう用途でその内容が分類されてるので、その用途の中でよく出題される内容をちゃんと自分で整理できれば、そんなに難しいことは聞かれてないのかなっていうのが、私の過去問分析する限りの印象です。なので、まあ、これからいろんな用途の解説を入れていくんですけれども、まあ、過去問分析した限りこの部分を押さえておけばいいよっていうポイントを、まあ、このキーワードっていうところに書きましたので、まずここから理解していくっていう。で、もうちょっとまあ深掘りもしていかないといけない作品もあったりするんですけれども、最初の取っかかり的なイメージで今日は捉えていただきたいなと思っております。で、まず神社からなんですけれども、神社はもうなんちゃら作りみたいなところがこう入れ替わってたりとか、でその作りがどういう切り妻なのか、あとその切り妻の中で妻入りなのか平入りなのかみたいなところをこう入れ替わってたりとか、そういう出題の出し方がされてるので、まず何々作りがどういう特徴なのかと、まあ、その特徴を持っている神社が何なのかっていうのを自分の中で整理すれば、そこまで難しくないのかなって思っております。で、ちなみに、切妻作りっていうのは、本を伏せたような山形の形状の屋根のことでして、まあ、それに対して、平入り、妻入りっていうのは、その主出入り口が妻側にあるのか、妻側じゃない平側っていうんですかね、そういうところにあるのかっていう違いなので、まあ、その辺を自分で図とか書いてみて、こっちが妻入りで切妻の作りだったらこの神社かなとか、まあ、そういう整理の仕方をぜひしていただきたいなって思っております。
ので、ざっと上からいきますと、伊勢神宮が神明造り、出雲大社が大社造り、住吉大社が住吉造り、春日大社が春日造り、あと、鴨分雷神社、これ流れ造り、で、厳島神社が両流れ造り、まあ、その流れ造りと両流れ造りの違いも、その日差しを伸ばしたものが、まあ、あの流れ造りなんですけど、それが平入りの正面だけに日差しを伸ばしたものが流れ造りで、後方にも、日差しを伸ばした様式っていうのが厳島神社の両流れ造りなので、その辺も自分でこう写真見ながら、ああ本当だ全然屋根の形違うみたいなのが分かれば、まあ、イメージしやすいのかなと思っております。あと日光東照宮が権現造り、これもどういう内容なんだろうっていうのはぜひ自分で調べていただきたいなと思います。ここまでが神社のお話で、はい、あの一つ一つこれ暗記しようと思うとすごく大変なので、こういう感じで比較しながら、はい、どこが違うのかっていうのを覚えて押さえていった方が理解としては進みやすいですね。そうですね、もうなんか丸暗記に頼っちゃいがちなんですけれども、やっぱりそれだとなんかちょっと別の切り口で出題された時に、うん、あれみたいな、どういう形だったっけって、うん、大体悩むと思うので、本当にあの自分で図を簡単に書くっていうのを、はい、まあもう製図試験とかなってくると自分でそういう屋根のイメージできないと、そういう図面も立面図とかも書けなくなってくる、断面図か、うん、なので、まあ、そういう覚えるっていうよりはまず自分で書いて理解するっていうところをやっていただきたいなと思います。はい、で続いてお寺なんですけれども、私自分が受験生の時もなんか神社はそういう形でかなり比較してシンプルにあの整理すれば解ける問題が多かったんですけど、お寺はそのお寺の、その特徴が割と出る問題が多かったので、それはそれでちょっとその特徴とお寺をあの一致させるのって神社よりは大変かなっていう印象がありますので、うん、まあ、簡単にそのお寺がどこがなんかポイントなのかっていうのをこの表でまとめたので簡単に説明します。で、薬師寺の塔というのは、見て先の組物、もこしがついた三重の塔で、まあ、まず漢字が難しくて、私もすごい苦手なんですけれども、うん、まずその読み方みたいなところから攻略していかないといけないのが、まあ、日本建築特有の読み方みたいなところですね。で、まあ、もこしも組物も、まあ、部材ですね。そのなんか柱の下とか、あ、ぶつかるところに用いられる部材とか、軒下の壁面についた庇状の構造物とか、まあ、そういったところの部材が三重の塔についているんだっていう、まずそういうざっくりなイメージから捉えていくと、あ、だんだんそれが言葉が入ってくるので、まあ、そういう形でまず言葉必死に覚えるっていうよりは、それってどういうものなんだろうみたいな、それがどこについてるんだろうみたいな感じで理解していけばいいのかなと思っております。で、新薬師寺本堂、これも入母屋造りなんですけれども、じゃあ入母屋って何ってなった時に、さっき出てきた切妻の屋根と、あと寄せ棟っていう前後左右四方向に勾配持つ屋根、それが組み合わさった作りっていうので、それもぜひ自分で図を描いてイメージしていただきたいなと思います。であとは、浄土寺浄土塔とか東大寺南大門とか円覚寺舎利殿、この辺すごいあの日本史上からはもう有名な建築物だと思うんですけれども、まあ、それもどういう切り口で出題されるかっていうと、まあ、それがどういうあの要は なんていう名前のデザインかみたいな、大仏用なのか禅宗用なのかみたいな。で、大仏用が大体もう本当簡単に言うとダイナミックなデザインで、禅宗用が緻密で繊細なデザインで、まあ、そういう違いがあるんですけれども、まあ、そういう様式の違いと、その様式がどういう建物なのかっていうのをまず全体を一致させる、まあ、そういうふうに整理しとけば、そこにここの問題に対してそんなになんか他の切り口で出題されるような過去問が今まで見た限りはなかったので、まあ、そういう整理の仕方をすればいいのかなと思ってます。で、同じく三仏寺投げ入れ堂も、まあ、崖造りって呼ばれる作り方で、崖などの急斜面上に、まあ、建築物を建てるために工夫された作り方なんですけれども、まあ、そういうどういう場所にこういうものが作
使われてるかみたいなのを一回理解しとけば、あ、こういう特徴のお寺だなみたいなのがすぐ引き出せると思っております。で、次が東福寺両銀庵。これ現存する最古の法上ということで、割とその建築士とかもその現存する最古みたいな感じで、もうあの今ある中で一番古い建物っていうのはすごい取り上げられやすい印象がありまして、法上っていうのは寺の住職が住む部屋のことなんですけれども、まあ、そういうのが昔の建物を今現存してるんだなっていうのを、まずはすごいな、だから出るんだみたいなふうに思っていただければいいかなと思っております。で、六音寺っていうのはまあ有名な金閣寺ですね。これもなんか出題されるポイントとすれば、割とその1階2階3階で特徴が違うんですけれども、まあ、その特徴をちゃんと抑えられてるかっていうところを、ここの表に書いてる内容を理解しておけばいいのかなと。あと、自称寺っていうのは銀閣寺のことなんですけれども、まあ、その銀閣寺の中にある東空堂っていう、まあ、建物の中の道人材っていうところが、四畳半茶室の起源、すいません、起源の字間違えてますね、あのオリジンの方の起源っていう意味で、茶室の始まりみたいなものがこの銀閣寺の中にある建物にあるんだなみたいな、まあ、同じようなさっきの現存する最古みたいなイメージで、まあ、そういう起源になっているものがあるっていうところが、やっぱりこうやって出題されるポイントになっているのかなという印象です。で、あと音成寺っていうところは、照明って括弧書きで書いているものなんです。これ何かっていうと、桃山時代にある建築書、もうその時から建築書ってあるんだっていう、まずそこが驚きだったんですけど、まあ、そこに書かれている図面に似ている建物がこの音成寺の中の建物にあるっていうのが、まずすごいねっていうポイントです。で、それがなんでそういうふうなものがここにあるかっていうのとは、桃山時代のその標準的な武家の住宅の形式そのものがここの建物にあるっていう、まあ、そういうお寺ですね。あと最後、西本願寺っていうのは外観内部ともに住宅風のお寺になってます。まあ、そういう形でお寺って多分全国、まあ、日本ってすごいたくさんあるんですけれども、その中でこういうものがピックアップされている理由って、やっぱりそれなりに特徴があったり、その時代の様式を表すものだったり、そういうポイントがあるので、そのポイントをしっかり自分の中で落とし込んでいければ、そこまで難しいことは聞かれてないのかなっていうところです。うん、やっぱりこう、もし確かに神社よりもお寺の方がこうバラエティに飛んでる感じがするので、はい、この表を使って復習するとすれば、今、皆さんに見ていただいているキーワードを、自分がイメージできないものがもしあれば、それを、まあ、潰していくっていうのが一番効率的ですね。そうですね。まあ、例えば、去年神社出たから、もしかしたら今年寺出るのかなとか、個人的にはあったりするんで、まあ、苦手意識があるなら、よりちょっとお寺の今言った特徴を、しっかりもう一回復習していただきたいなと思います。はい。はい、じゃあ次のページで、と次は茶室住宅お城っていう、さっきの神社と寺とまた別の用途の建物のキーワードを並べたんですけれども、ちょっとキーワード並べただけだとイメージしづらいのが、多分住宅様式の流れかと思うので、それは口頭で補足させてもらいたいなと思っておりまして、まあ、まず神殿造りなんですけれども、神殿造りっていうのは平安時代の貴族の住宅様式になってます。で、まあ、どういう住宅的にどういう特徴あるかっていうと、間仕切りがなくて、もうその自然との調和を重視した建物なんですけれども、なので、まあその時代 の今残っている、なんだろう、なんかそういう文章とかもすごい四季折々のなんか言葉が残ってたりとか、それって多分こういう住宅様式が自然と調和してるから、そういう四季折々の文言が残ってるのかなとか、そういう文化として面白い建物だと思うんですけれども、でそれがどう変わっていったかっていうと、書院作りっていうのが貴族から武士へ、まあ、主役が変わっていきまして、この武士のためのお部屋っていうのが、まあ、書院って呼ばれるんですけれども、このところがすごい間仕切りも発達したり、すごい豪華になったりとか、まあ、そういう神殿造りから書院造りに変わっていって、
よりちょっと日本、今でいう襖とか障子とか、そういうところも発達していったっていう流れがあります。で、さらにもっと進んで、数寄屋作りっていうのが、これはどちらかというと、和歌とかお茶とか生け花とかの風流を楽しむ。まあ、それを数寄って呼ぶんですけれども、そういうものが発達してきた、まあ、数寄屋作りっていう。まあ、書院作りに比べると質素なんですけれども、まあ、そういうあの文化がより生まれてきた、まあ、建物の様式かなと。そういうまず基本的な流れがありまして、その基本的な流れに対して、じゃあ代表的な建物って何っていう視点で、ちょっとこの表を書いているなんちゃら作りっていうのをまず押さえていただきたいなと思っております。で、あと茶室も、あの茶室だけで昔っていうか私が受験生だった時、平成27年度なんですけれども、茶室だけで問題出たことがあって、私もそんなに茶室しっかり、あのその時はあの覚えてなかったんで、お、ここだけで出るんだ、みたいな感じだったんですけど、茶室が多分嫌われる要因ってすごい、まず、なんてこれ読むんですか、みたいな。読み方がわかんないです、みたいなところなんで、まあ、上から読み上げていくと、妙起庵、大庵、序庵、密庵、大徳寺、古法庵、坊泉っていう、すごい言われないとわからないあの作品名なんですけれども、まあ、よくざーっと読むと、大庵、序庵、密庵、坊泉みたいな、語呂はいいな、みたいなところなんですよね。うん、で、もう一番有名なところだけ押さえるとすれば、妙起庵、大庵、一番上のところですね。これが、あの、千利休が作ったと言われている、本当にあの、いわゆる茶室、草庵茶室って呼ばれるんですけど、それの最古のものになってまして、まあ、ここをまず押さえておけば、茶室とはみたいなところが出たときに、まあ、これベースでいろいろ考えられるかなかと思いますので、あとはその、ここに書いてるキーワードと組み合わせながら、まあ、最近出たから、ちょっとまた次出題されるのがいつになるかわからないんですけれども、まあ、まず4つ茶室を覚えないといけないものがあるんだっていうところを押さえておけばいいのかなと思っております。で、あと住宅が東、三条殿と桂離宮。これがさっき、あの、述べた、それぞれの建物の歴史が、あの、そのままキーワードになってます。あと、お城なんですけれども、さっき述べた、その、書院作りとかは人情城にも使われている、もう本当に部下のため、あの、武士のための、まあ、書院作りっていうところが表せられているんですけれども、まあ、一個よく出るのも姫路城、まあ、これ世界遺産にもなってて、なんか日本代表するお城みたいな、世界的にも有名なお城なんで、姫路城も、まあ、優美な外観っていうところをしっかり押さえていただきたいなと思っております。なので、その神社とかお寺に比べて、どちらかというとなんかその全体の流れですね、その平安時代から江戸時代までのその住宅の作り方と、まあ、茶室住宅とお城って結構連動してきてるので、まあ、その辺が整理できればこの辺はそんなに怖くないかなと思っております。はい。で、ここまでがざっくり、あの、日本建築史でよく問われる内容です。で、続いていきましょうか。続いてのスライドなんですけれども、ここからが近代史と呼ばれる内容です。まあ、近代から現代にかけての建築の内容なんですけれども、まあ、その辺は割とその用途ごとに整理した方が比較しやすいので、ちょっと用途ごとにスライドを分けて説明していきたいと思います。で、まず近代住宅なんですけれども、まあ住宅ってもうみんな住んでいるから、普通に当たり前の建物で、で、その中でもなんでこれが取り上げられてるのっていうところを、ちゃんとあの理解しないと、そこが問題でも疲れているっていう状況ですね。だから何がすごいのっていうのを一番理解しないといけないポイントかもしれないです。この近代住宅で出される作品は。で、まあ、それをざっと説明しますと、まず、長築居、これがあの環境共生住宅の先駆けなんですけれども、まあ、今省エネルギーとか当たり前な考え方ですけど、そういうのが求められる前から西圧風に配慮した本当に環境先駆けの住宅っていうのがすごいポイントです。
で、土浦亀吉亭、これはまあ普通の木造住宅なんじゃなくて、モダリズムの考え方が合わさった住宅っていうところで、まあ、すごいポイントってなってます。あと立体最小限住宅。この辺は戦後の東京って住宅不足と、あと極端な資材不足に陥ってたんですけれども、そういう中で法的に15坪しか建物を建てちゃダメみたいな面積制限があって、そこで生まれたのが立体最小限住宅で、そういう面積制限ある中で空間を合理的に使うっていうところが、その時代のすごい住宅なのかなっていう特徴です。で、あと、増沢誠で、これも同じような面積制限がある中で、木造2階建てのワンルーム的な空間がもたらされているっていうところが、すごいポイントです。で、あと、斉藤助教授の家。この辺は空間を状況に応じて変更できるような室内になっているというので、まあ、開放的な空間と、あと稼働できる家具、そういったところがキーワードになってきている住宅です。で、スカイハウスっていうのは、360度眺望が楽しめる家っていう形で、4枚の壁と柱で空中に支えられた住宅、まあもうスカイハウスって名前の通りの住宅になってます。あと、正面のない家 N。で、コートハウスって書いてるんですけれども、まあ、4つの中庭があって、まあ、そういうところに囲まれ、まあ、中庭があるっていうところがまずポイントになっている住宅です。で、唐笠の家。この辺も、まあ、正方形の単一空間を寝室とか居間とか浴室とか、まあ、そういう用途で分割したっていうところを、まあ、歴史的に、まあ、であれはないと思うんですけれども、まあ、そういうお手本になった住宅です。で、塔の家っていうのは、建ってるところが都市の中の、まあ、狭小敷地で、まあ、そういう中で建てるっていうことで、5階建てで、地下も1階あるのかな、あって、で、住空間をそういう積層で、機能別に分かれているっていうところが特徴になっている家です。で、あと、松川ボックスっていうのは、書いてる通り中庭が建築によって三方に囲まれたコートハウスというところがポイントになっている住宅です。で、原広して、この辺はキーワードがちょっと内容難しくて、住居の中に都市を埋蔵するって書いてますけど、まあ、トップライト活用することで内部だけど外部空間にある建物みたいな風に思える、まあ、住宅です。あと、シルバーハットは開閉可能なテントで通風や日照調節っていうことで、右に写真もあるんですけれども、まあ、こういう屋根でテントがあって、まあ、そういうのを半屋外の居住空間とかにできるっていうところがポイントになっている住宅です。まあ、こういう形でその住宅ってどういう特徴なんだろうみたいなのが分かれば、これもそこまで問題としては難しい感じで出されてないので、まあ、まず理解できるかっていうところかなと思っております。はい、じゃあ続いて次のスライドいきます、はい、次からは、まあ、幼稚園とか小学校とか、まあ、そういう公共施設の話なんですけれども、まず、富士幼稚園は、ウッドデッキの屋根が本当に丸いウッドデッキの屋根っていうのが有名な建築です。で、小学校シリーズで、加藤学園行修小等学校、日本初のオープンクラスルームっていうのがキーワードになっております。まあ、そのオープンクラスルーム自体は、その小学校の用途、まあ、この計画の分野の建築用途のところで、まあ、小学校の特徴みたいなのでいろいろ学ぶと思うんですけれども、まあ、そういうのと連動して、じゃあそういう基本的な小学校の考え方と、その具体例が何だろうみたいな感じで結びつけながら覚えていければいいかなと思っております。で、宮代町立笠原小学校、この辺もクラスルームが通常の 1.5 倍っていうのが特徴的な小学校です。で、目黒区立宮前小学校は、オープンスペースとメディアスペースが組み合わさった空間があるっていうところが特徴的なところです。浪江村立浪江学校、これが学校自体が村の教育文化施設の中心になっているっていうところが、まあ、特徴的なのかなというところです。で、千葉市立宇多瀬小学校、この辺も、クラスルーム、ワークスペース、アルコーブ、中庭がひとまとまりになった空間を、今、低中高学年にそれぞれ配置されているというのが特徴になっている小学校です。
で、次大学で取り上げられやすいのが公立函館未来大学。この辺も右に写真載せてますけど、ひな壇上に設けられたスタジオっていうのが、まあ、こういう建物の作り自体が特徴になっている、そこで問題にも出されやすい、大学になってます。で、図書館等は日野市立中央図書館は、今貸し出しサービスとか当たり前ですけど、そういう公共図書館の基礎を作った、まあ、図書館になってます。で、国立国会図書館関西館で、もともとの国立国会図書館って東京にあるんですけれども、まあ、その関西館が出題ありまして、まあ、その特徴は書庫と閲覧室が地下にあるっていうところが、特徴になってます。で、愛知県児童総合センターはチャレンジタワーっていう呼ばれる吹き抜けの空間が、まあ、中心となった施設になってます。で、あと仙台メディアテイクも、これも建物の構造的なところがポイントになって、13本のチューブが中にあるよっていうのが大きな特徴になっている、建築物です。で、病院で行くと、聖ルカ国際病院、この辺がシングルケアユニットと呼ばれる個室があるっていうのが特徴になってます。で、劇場で行くと熊本県立劇場、この辺劇場ホールとコンサートホールの間に光庭や吹き抜けがある、モール状の空間がある、まあ、そういったところが特徴になってます。と、公共施設系で新潟市民芸術文化会館、この辺は空中庭園と屋上庭園が、まあ、ペレで結ばれて公園と一体化したパブリックスペースを形成しているような、まあ、場所になってます。あと群馬県農業技術センター、この辺も初断面の製材を格子状に組み合わせた屋根加工、屋根加工自体が特徴的っていう形で出題されてます。この辺になってくると、はい、歴史的なその流れというよりは、いわゆるこうデザイン、設計の中のデザインみたいなところにこうフォーカスされたりしているので、そうですね、もし知らない建築物がもしあれば、一度写真で見てしまった方が早いかなと思います。そうなんですよね。その、うん、ね、この函館未来大学とか、ひな壇上に設けられたスタジオって多分、キーワードとしては、実際確認できてるんだけど、これを文字だけでイメージするのは結構難しいので、うん、だったらもう写真を、まあ、右にあるようなやつをパッと見てもらった方が、あ、こういうこと言ってんだっていうのが、すごくわかりやすいなと思います。そうですね、まあ後から出てくる用途でも本当に建物の屋根加工とか、そういう建物内の特徴とかが出題される傾向が多いので、もう写真でどんどん理解していった方が、うん、あの記憶にも残るし、多分違いに気づきやすいと思うので、ぜひ今博士がおっしゃられたやり方で、うん、自分で写真を調べるっていうところを、まあ、意識していただきたいなと思ってます。はい、じゃあ続いてのスライドで、ここも本当は写真いっぱい載せたかったんですけど、ちょっとスペース上全然載せれないので、後でぜひ自分で保管していただきたいんですけれども、博物館美術館で言いますと、東京国立博物館本館っていうのは日の字型の平面形状になっているっていうのが特徴になっています。で、東京国立近代美術館っていうのは耐震補強して再開館した美術館になってます。で、あと水戸芸術館は独立性を保ちながら、まあ、一体化した内容用途になってまして、で、なおかつ真ん中にシンボルタワーがあるっていうのが特徴になってます。で、あと丸亀市猪熊源一郎現代美術館っていうのは駅前の広場に面して立地されているっていうポイントがあります。で、八代市立博物館、熊本にあるんですけれども、これも1階展示室と2階が、2階からアプローチですね、エントランス。で、最上階が収蔵庫っていうところが、まあ、建物の特徴になってます。で、海の博物館、プレキャストコンクリートとか瓦屋根とか、まあ、そういったところの建物の特徴っていうのも、これも建物的なところが良いポイントになってきてます。と、神奈川21世紀美術館っていうのは円形の平面っていうのが、まあ、大きな特徴になってます。で、茅野市民館、これは市民主導で計画した市民館っていうところで、まあ、そういう手法みたいなところがポイントなのかなと思っております。
で、神奈川県立近代美術館、鎌倉館。これは日本初公立近代美術館だったんですけれども、まあ、今は閉館というか、まあ、名前と場所が変わって葉山館というところが今あるんですけれども、そういった美術館になっています。で続いて庁舎、役場なんですけれども、名護市の庁舎、これ沖縄のやつなんですけれども、沖縄の特性をすごい、風土的なところを、まあ、建築自体でうまく取り入れていて、屋上緑化とか風の道の確保とか、そういう風土に合わせた建物形状っていうのがポイントになってます。あと、墨田町役場は岩手の役場なんですけれども、まあ、ここのキーワードに書いているところも、まあ、建物自体のポイントなんですけれども、まあ、他の資料を読んでると木造公共施設のモデルとして、まあ、最近できた役場っていうところが、ポイントになっているのかなと思いますので、その木造の公共施設だよっていうのも合わせて捉えていただきたいなと思っております。で、続いて展示場、ドーム系なんですけれども、正直、これ、2年前くらいに出題された建築作品なんですけれども、これをなんかちゃんと理解して答えられた人っているのかなみたいな、私でもちょっとこれ、こういうドーム系の特徴って抑えられてなかったので、ここは正直、あ、そうなんだくらいで、ざっくり抑えるだけでいいと思ってます。まあ、2回目出題が果たして今後あるのかも怪しいと思うので、まあ、こんな違いがあるんだな。まあ、ドームもいろいろ、名前だけ聞くと本当音楽ライブとかよくやっているところで馴染みはあるんですけれども、まあ、そういう建物も合わせてそういう特徴があるんだなくらいで、他の用途に比べると優先順位下げていいジャンルかなと思っておりますので、ここはざっと読むだけで大丈夫です。はい。じゃあ続いてのページでお願いします。で続いては用途というよりは建築物の保存再生っていうジャンルで、これだけで一問出されたりするんで、その用途はバラバラですけれども、保存とか再生している事例ということで1枚まとめました。でまず中京郵便局なんですけれども、これファサード保存の最初ということで、右にも写真ある通りすごいレンガ造りの美しい建物で、最初建て替えしようと思ったけど、まあ、そうせずにそのやっぱりこのレンガ造りのファサードをしっかり保存しましょうという運動がなされた最初の事例ということで、まあ、そういうのがポイントになってきてます。で東京駅の丸の内駅舎もかなり有名な建物だと思うんですけれども、特例用設立適用地区ということで、まあ、都市計画で指定された区域内で建物敷地の指定用設立の一部を複数の敷地で移転することができる制度っていうことで、そういうのをうまくやりくりして、まあ、保存されている駅舎になってまして、まあ、プラス免震レトロフィットっていう耐震性能をアップさせたっていうところがキーワードになってます。で同じく国立西洋美術館も、まあ、免震レトロフィット工法で保存されているということで、まあ、ピロティとかコルビジュの建物なんですけど、そういうところが特徴なんですけれども、しっかり耐震性能をアップするために工夫された工法で保存されているっていうところがポイントになってます。あと旧大社駅舎、この辺木造の平屋建ての純和風建築を保存してます。で三井本館っていうのは重要文化財特別型特定外区制度ということで、まあ、従来の特定外区の割増容積制度だけじゃなくて、そういう保存する重要文化財の建築物の床面積相当分も割増容積として、まあ、プラスできるよっていうのがざっくりこの制度なんですけれども、まあ、その制度を使って保存された建物になってます。で今挙げた5つっていうのは、まあ、どういう手法で保存していったかみたいなところを、まあ、キーワードでも出されるんですけれども、そこから下の内容っていうのはビフォーアフター、もともとあった用途から別のものに、まあ、コンバージョンとか、そういう風になったっていう、建物で、そのビフォーアフターが、まあ、建物によっては、入れ替えられたりとか、まあ、そういう出題のされ方になってるので、今から述べる建物っていうのは、しっかり、ビフォーとアフターを、比較して覚えていただきたいなと思っております。で自由学園明日館っていうのは、もともと学校だったものをパーティー会場、まあ、結婚式場とか、私もここで結婚式したんですけど、まあ、そうプチ情報ですけど、っていうふうに貸し出しされている施設です。で、倉敷 IB スクエアっていうのは、
宝石工場からホテルとか展示施設の複合施設に生まれ変わった建物です。で、札幌ファクトリーも、もともとビール工場だったものが複合商業施設になった建物です。で、アートプラザっていうのは図書館から芸術文化の複合施設に変わった建物です。で、横浜赤レンガ倉庫。それは倉庫から文化施設、商業施設に変わった建物です。で、金沢市民芸術村。この辺、宝石工場の倉庫から芸術文化施設に変わった建物です。で、東京文化博物館の別館はもともと銀行だったんですけれども、今は博物館として活用されています。で、3331アーツ千代田。もともと中学校だったものが、アーツって書いてる通り文化施設に変わった建物です。で、犬島精錬所美術館も、もともと精錬所だったところが美術館に生まれ変わっている。まあ、名前の通りの建物です。で、目黒区総合庁舎っていうのは民間企業の本社だった建物を、今は目黒区の庁舎になった建物です。で、山梨市庁舎東棟も、もともと工場だったものは庁舎に。まあ、PC のアウトフレームがすごい特徴な建物っていう、建物的な特徴もあるんですけれども、まあ、そういう形で生まれ変わった建物っていうことで、割とこの辺のジャンルは最近すごいよく出るかなっていう印象があるので、ぜひこういう形でまとめていただきたいと思っております。うん、このビフォーアフターの整理はすごくいいですね。わかりやすいし、ポイントとして多分主催者もまあここがポイントだと思って出してきてるので、押さえ整理して押さえておけば、まあ大体ビフォーアフターのパターンはいけそうですね。そうですね。ここはそういう形で整理すれば全然難しくないので、得点源としてぜひ押さえていただきたいなと思います。うん、じゃあ続いてジャンルで言うと最後の内容になるんですけれども、集合住宅。で、集合住宅も絶対毎年出るんで、苦手意識ある人はぜひ対策取っていただきたいなと思っております。で、集合住宅もその事例の切り口っていうのが、集合住宅作るための方式の内容を問われる、そのための作品名っていうのと、まあ、さっきの話にもあった通り、建物自体が特徴だから、その建物の特徴が問われる問題っていうのと、大きく2パターンに分かれるので、そのをまず自分の中で整理して、で、今から述べるページっていうのは、そういう建物を建てるためにどういう方式使ったかっていうのを主にまとめたページになっています。で、まずコーポラティブ方式とコレクティブハウジングがキーワードになってて、まあ、これ普通に集合住宅の用途の勉強をするときも覚えないといけない、まあ、理解しないといけない内容なんですけれども、まあ、コーポラティブは入居者同士が企画から計画から、まあ、最後建設までっていうのを共同で一つの建物を建てていく手法、まあ、入居者同士でそういうのをやっていくっていう方式になってまして、一方でコレクティブハウスっていうのはそれぞれに独立した専用住戸の他に共同の食堂やラウンジなどの共用施設がついた集合住宅 で、コレクティブハウジングってシェアハウスみたいだなって思うんですけど、まあ、シェアハウスとは違ってそれぞれの個室にトイレとか浴室とかキッチンはあるんですけれども、まあ、それプラスでみんなで集まれるその食堂とかそういうものがあるっていう風に、シェアハウスとの比較もぜひコレクティブとシェアの違いなんだろうみたいな感じで整理してもらえればいいかなと思っておりまして、まあ、それぞれの方式に対してよく出題される、まあ、基本的な建物っていうことで、ここに書いてる、まあ、U コート、M コート、旧同学者、まあ、のふれあい住宅、カンカン森、あと、まあ、シェアハウスで言うとシェア家賃、やらい町、こういう形で覚えていただければなと思っております。で、あと、NEXT21 がスケルトンインフィル方式なんですけれども、スケルトン自体が建物を支える構造躯体 で、インフィルっていうのが住戸内の間仕切りとか内装とか設備なんですけれども、それを分離して、まあ、活用しやすい建物にするっていうのを趣旨で作られている集合住宅になってます。で、芦屋浜高層住宅は、まあ、工業化工法って書いてますけど、右に写真ある通りすごい大きなメガストラクチャーの団地みたいな風に言われてるんですけれども、まあ、そういうプレハブ的な工法をこういう大きな集合住宅にもどんどん使っていった、まあ、というところがキーワードになっている集合住宅です。で、さっきのシェアハウスは1個飛ばしまして、熊本県営デュージャビ
ラー団地、すごい漢字難しいんですけれども、でアートポリス事業って書いてるんですけれども、これ熊本県特有の事業でして、個性に残る文化的な資産を創造するために、こういうアートポリス事業を推進して、まあ、デザイン的にも、まあ、そういうふうな建物をどんどん作っていきましょうっていう事業の中の、まあ、一環として作られた集合住宅で、まあ、確かに写真をぜひ検索いただきたいんですけれども、すごい、ああ、かっこいいなって思える集合住宅です。で、あと、ネクサスワールド、貸し、この辺は、磯崎新さんがコーディネートした、国内外の建築家が共作して作った集合住宅っていう、まあ、そういう共作して作ったんだよっていうところがポイントになる集合住宅です。で、ベルコリーヌ南大沢、これもマスターアーキテクト方式ということで、まあ、作るときに全体のコンセプトとマスタープランを作成して、まあ、単なる集合住宅じゃなくて、町としてこういう集合住宅を作っていくんだよっていうことを、まあ、考えられた、集合住宅になってます。で、世田谷区立深沢環境共生住宅、この辺の環境共生の考え方と、あと、ま、シルバーハウジングプロジェクト、まあ、高齢者に対しても、ま、住みやすい建物っていうことで、私もここ行ったことあるんですけど、すごい井戸とかあったりして自然豊かな住宅だなっていう印象がある建物です。で、岐阜県ハイターン来た方、この辺も21世紀に向けた居住様式を提案するっていうことで、まあ、さっきのネクサスみたいな共作みたいな考え方でいろんな建築家の人が合わさって、デザインも面白い集合住宅だなっていうイメージがあるんで、ぜひ写真を検索いただきたいです。で、あと幕張ベイタウン、この辺も都市デザインガイドラインっていうのをあらかじめ設けて、まあ、そういう建物のボリュームとか色彩のデザインのルールをしっかり決めた上で作られた集合住宅になってます。なので、この辺は集合住宅云々っていうよりは、こうやって作られたんだよみたいな背景をぜひ理解していただきたいジャンルになってます。はい。で、続いて、最後の説明です。最後、もう一個集合住宅で、この辺は、その集合住宅自体の特徴が主に取り上げられている、内容になってまして、コモンシティ星田は、戸建ての集合住宅かな、まあ、戸建てが並んだ集合住宅っていうところがキーワードになってます。で、茨城県営水戸六番池団地。この辺も低層の団地で、あと周辺との融和に配慮されたというのが特徴になっています。で、ライブタウン浜田山も1階はフラットで、2、3階はメゾネットタイプっていうところが特徴になっています。あと6甲の集合住宅も、まあ、6甲って神戸の方なんですけど、そういう急斜面の地形に馴染ませるようなっていうところは工夫された集合住宅です。と、熊本県営、ホタクボ第一団地、ここは中央広場が広場と言いつつ居住者専用になっているというところが特徴になっている団地です。で、茨城県営松代団地、この辺が上の道と呼ばれる回廊が特徴的な集合住宅です。で、洋画A フラットがアーティストやデザイナーの入居を想定した内容になっている集合住宅です。と、東雲キャナルコートは右に写真あるんですけれども、まあ、真ん中に S 字アベニューって呼ばれる、中央の通りがあるのと、あと高層の集合住宅、高層なのか低層なのかみたいな問題がよく出るんで、まあ、この写真で、あ、高層なんだ、低層ではないな、みたいな形で、まあ、イメージしていただきたいなと思います。あと、タウンハウススワっていうのは、専用庭があったりして、その住戸の独立性を高めた部分が、特徴な集合住宅です。と、プロムナード多摩中央というのが、居住者が趣味とかアトリエとか利用することを想定したフリースペースを設けたというところが特徴的な集合住宅です。と、広島市元町団地は、これも右に写る通り、かなり高層高密度の集合住宅になってまして、これもなんか低層かどうかみたいな出題が過去にあったかもしれないんですけど、まあ、そうじゃなくて、これ見たら、あ、高層高密度だな、みたいなふうに思っていただきたいなと思います。と、代官山ヒルサイドテラスは都市型の集合住宅で、まあ、上層階は住戸なんですけど、下層階に商業施設とかオフィスがある、まあ、すごいおしゃれな無断な集合住宅です。と、桜台コートビレッジは斜面の敷地に立つのが特徴的な集合住宅です。
まあ、この辺はそういうあの建物自体が特徴的なので、ぜひ写真を自分でも検索してみてください。であと最後を3つ述べる団地が、ひばりが丘団地と草加松原団地と玉平団地なんですけど、これもともと昔大量に住宅を供給していたもう初期の頃の団地なんですけれども、まあ、最近建て替えとか再生を行ってまして、まあ、そのひばりが丘団地にストック再生実証実験ってあるんですけれども、まあ、単に建て替えするだけではなくて、解体しなくても再生できる、再生活用できる技術的手法を、まあ、実験した団地ということで出題がされてました。と、草加松原、玉平に関しても、まあ、草加松原は東洋最大規模のマンモス団地だということで、まあ、すっごいたくさん集合住宅建ってるんですけれども、まあ、それも今建て替えしていってます。で、玉平も、団地再生事業として、今シェアハウスって書いてるんですけれども、シェアハウス以外にも高齢者向き共同住宅とか専用庭付き共同住宅とか、まあ、いろんな再生の仕方を今していっている団地になってます。ということで、ざっと各用途別のキーワードを述べさせていただきましたが、ここでしばし休憩タイムというか、まあ、もし質問があれば受け付けたいと思います。今見た感じでは、質問とかコメントはまだないようなので、はい、じゃあもう。今、ざーっと説明をしてきていただいて、やっぱり、この時期なので、自分の知識の中に、引っかかりがあるかないかっていうのがすごく大事かなと思うんですよね。点数に結びつけるためには、全く見たことがない、問題を見たわけです。それが、単なる新問なのか、もしくは、過去問だったけど、見逃したものなのかっていうところで、だいぶ得点する、できる可能性が変わってきちゃうので、せっかく今日、資料をドラミさんにまとめていただいたので、この辺をさっと目を通していただいて、まあ、繰り返しになりますけども、あ、これ何だったっけなと思ったものを、まあ優先的にチェックしていただくと。そうすると、まあ、取りこぼしがだいぶ減っていくんじゃないかなというふうに感じました。そうですね。なんかこれが過去問かどうかがまず判断できると、すごい解いてる時も精神的にいいというか、うん、全く初めては、多分みんなもそうだから、多分これみんなわかんないとか、多分そういう、作戦が試験解いてるときにできると思うので、まず何が過去問で出題されたかっていうだけでも押さえていただきたいなと思ってます。そうですね、やっぱそこが入り口としては一つポイントかなと思います。その試験で点数を稼いでっていうのはね。そうですね、じゃあここからランキングに行きましょうか。はい、じゃあ早速ですけど、みんなが好きな建築作品のランキング紹介ということで、まあ、さっき説明した過去問一覧を、まあ、バーッとランキング、アンケート様式で、博士にまとめていただいて、この中から3つ好きな建物を選んでくださいという形で投票いただけました。投票いただいてくれた方、本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速ランキング、次のページ行きたいと思います。で、まあ、全部ちょっとランキングは紹介できないので、ベスト4。で、ベスト、4位も4つあったので、全部ね、7つ。まあ、みんながこれが好きって言ってくれた建物を紹介していきたいと思います。じゃあ、まずベスト4から行きましょうか。次のページで。まず4位で、仙台メディアテイクということで、まあ、特徴、さっきもその13本のチューブが特徴だよって書いたんですけれども、まあ、用途としては、公共施設で図書館とか、いろいろ他のいろんなものが入ってて、で、そういう13本の鉄骨の独立シャフト、チューブと呼ばれるものと、7枚の鉄骨フラットスラブで構成されて、各階異なる平面計画を採用されているということで、まあ、写真も見ていただいて、うっすらこう、チューブが見えると思うんですけれども、まあ、そこがすごい特徴で、私も大学生の時に見に行ったんですけど、うわ、かっこいいって、すごい素直に思った建物ですね。で、まあ、問題、過去問も過去に2回くらい出題されてまして、これ1、2、どっちも×なんで、まあ、さっきの特徴と見て何が×なんだろうっていうのは
ぜひ復習していただきたいんですけれども、まあ、さっきの過去問に出てない建物をどう判断するかっていうのが、丸2番にもちょうど現れてて、これ、茅野市民館っていうのが、多分その時初めて出題された建物名だと思うんですけれども、これは茅野市民館を知ってないといけないっていうよりは、この説明文を読んで、あ、仙台メディアテイクのことだっていうのを、ちゃんと理解できてるかで、多分、丸か×かっていうのを判断する問題かと思うので、まあ、そういう、こういうみんなが選ぶような建物の特徴っていうのは、ぜひ取りこぼしがないように理解していただきたいなと思ってます。で、投票者のコメントも本当にその通りで、私もこういうところかっこいいなって思ってます。はい。じゃあ、ざざっといきましょうか。じゃあ、続いて、もう一個、第4位、富士幼稚園ということで、さっきの説明でもウッドデッキの屋根が特徴ですよということで、まあ、ここで写真を紹介します。こういう形でウッドデッキが円のようになってまして、まあ、その上で子どもたちが遊ぶっていう、まあ、建物になってて、まあ素敵みたいな。で、投票者コメントも、もう純粋に通いたいとか、屋上気持ちよさそうと、子どもが楽しく遊べそうっていう、本当に幼稚園ってこういうことできるんだなみたいな、そういうところのお手本になるような建物だと私も思ってます。で、出題例は過去1回出てまして、これは丸の選択肢で、まあ、その特徴に書いている通りの内容が書いてます。はい。じゃあ、続いての4位。同じく要因だったのが、厳島神社ということで、まあ、さっきも神社の特徴の中で、両流れ作りが特徴ですよっていうふうに書かせていただいたんですけれども、まあ、ここに書いてる通り、もうそもそも、神殿作りの粋を極めた日本屈指の名所ということで、もう建築関係なしに、もうなんか日本人みんなこの建物知ってるくらいの、今有名な建物だと思ってます。で、すごい海に浮かんでいるような不思議な建築美ということで、本当美しいなって、私もいつ行ったかな、5年前くらいに初めてやっと行けたんですけれども、もうすごい、こんな昔からある建物がまだ残ってるんだっていうことも感動したかなというところですね。で、出題例は過去2回ありまして、まあ、どっちも丸の選択肢なんですけれども、割とその、出題されている切り口も、ちょっと、多分両流れ作りしか覚えてないと、ちょっと得点しづらいのかなっていう内容でもあるので、ぜひ、厳島神社に関しては、あと、ここに書いてる特徴を全体的に捉えて、まあ、写真とか見つつ、イメージを自分の中で持っていただきたいなと思います。はい。で、続いて、4位が、出雲大社。これもそうですね。日本最古の歴史書と言われる古事記にも書いている、まあ古い神社ですね。で、切妻妻入りの大社作りで神社形式の最も古いものの代表ということで、もう出題頻度もすごい高いのがここで見受けられるかと思います。ただ、さっきも、その最初に神社の特徴を、まあ丸×で捉えるときに、なんちゃら作りとか、あとはその平入りとか妻入りとか押さえとけばいいよっていうのは、この出題例でも間違いだとなっている部分が、まさにそのポイントっていうのがここでわかると思いますので、出雲大社に限らず各神社のそういう建物的な特徴っていうのをしっかり押さえていただきたいなと思います。なので、ここに出題例の1、2、3は×で、4が丸なので、まあ、何が×かっていうのをぜひ自分で復習していただきたいと思います。で、投票者のコメントもそうですね、もう歴史自体が素敵みたいな、で、私行ったことないんですごい行きたいなと改めて思いました、うん、はい、そんな感じで、まあ、ランキングベスト4までで、ベスト4のラインナップがこの4つでしたということで、じゃあ残りベスト3を解説していきたいと思います。じゃあ3位、次のスライドで、伊勢神宮ということで、まあ、これも冒頭に述べた神社の形式で、
やっぱりこう、さっきの、その、出雲大社とか、厳島神社とか見てると、みんな神社好きなんだなっていうのが、ここでも現れると思うので、うん、まあ、やっぱ神社問題落とすと、なんか、若干こう、一般常識的な部分もあるので、ぜひそこは、まあ、建築自体、建築の問題、用途の問題苦手でも、神社だけは理解できるようになっておくといいかなと思ってます。で、特徴と、あと出題例もすごい多いので、ぜひこれも自分で復習していただいて、この出題例1、2、3は全部、確か丸だったと思うんで、まあ、特徴をしっかり理解していただきたいなと思います。で、式年遷宮って呼ばれる、まあ、神様のお引っ越しですね。そういうのが20年ごとにあって、最近は平成25年にあった。ですごい、ニュースにもなってたかと思うんですけれども、まあ、タイミングよくどっちも、その前と後の写真、行ったことがあったので、その写真を載せてます。ただなんかその、実際の中の写真撮れないんで、ちょっと外からの写真になっちゃうんですけど、うん、こんなイメージで、まあ、参拝客もなんか多いかなという、すごい、ここも日本代表する建築物かなと思っております。はい、じゃあ続いて2位です。2位が横浜赤レンガ倉庫ということで、まあ、さっきの、ビフォーアフターの事例にもあった内容なんですけれども、でも元々模範倉庫として建設されたんですけれども、最近はみなとみらいの代表的な観光施設になってて、まあ、すごいデートスポットにもなってて、すごい若い人もたくさんいる建物かなと思っております。で、まあ、1号館、2号館あって、展示スペースとホールだけの、まあ、ホールとかがある文化施設と、あとは商業施設、まあ、ご飯とかも食べれたりする場所なんですけれども、まあ、かなり知名度も高い施設かなと思っております。結構その横浜、友達に横浜観光を案内するときも、まあ、横浜赤レンガ倉庫を外せないかなと私は思っているところです。で、出題でも、まあ、過去に2回出題されてて、これはどっちも丸の建築士ですね。で、まあ、投票者コメントも、まあ、見た目が好きっていうのが、まあ、今一つしか書いてないですけど、やっぱりかっこいいっていう声がすごい多くて、まあ、下のライトアップされた写真とかもすごい映えるなみたいな感じだと思うんですけれども、うん、割と一般人から見ても人気が高い建物だと思っておりますし、まあ、そういうコンバージョン的な、さっきもその倉庫から商業施設とかに生まれ変わったっていうところの、まあ、良い事例かなと思っております。で、最後、じゃあ1位は何だったのかっていうところで、1位は金沢21世紀美術館ということで、まあ、これも平成の10大建築に選ばれてた、確かなんか日経アーキーの特集で選ばれていた、本当に平成を代表する建築物だと思っております。で、特徴が書いてる通りで、もうコンセプトがもうしっかりしてまして、新しい文化の創造と新たな街のにぎわいの創出を目的に開設された美術館ということで、まあ、円形になってて自由に出入りできるようになるのと、まあ、出入り口も東西南北4つあって、だけどここの展示室はそれぞれ独立した、まあ、その円形の館内に配置されているということで、その平面計画的にもすごい面白い建物かなと思っております。で、出題例は、まあ、過去1回なんですけれども出題はされてまして、ここは丸の選択肢です。で、投票者コメントも、まあ、21世紀美術館はシンプルかつ大胆なところが好きですとか、動線が面白いということで、私もなんか大学生の時に行った覚えがあるんですけれども、すごいなんか自分が思ってる美術館と全然違う雰囲気だから、うん、びっくりした思い出がありますね。うん、はい。まあ、そんな感じで、最後、ランキング結果なんですけれども、次のスライド行っていただきまして、みんなが好きな、まあ、日本建築何だったかっていうので、うん、こう全部で7つ挙げられたんですけれども、まあ、ぜひ建築作品苦手だっていう印象ある方は、じゃあみんながより知名度高くて好きな建築って何なんだろうっていうところからこう覚えていくっていう風になれば、とっかかりやすいかなと思ってます。まあ、ここに挙げられた建物は
多分、まあ、建築やってる人もそうだし、一般的にもその人気が高い建物も入ってたりするんで、まずそれが何かっていうのを理解するのと、まあ、例えば21世紀美術館が人気高いんだ、じゃあ他の美術館ってどういう特徴あるんだろうみたいな感じで美術館を掘り下げてみるとか、横浜の赤レンガ倉庫って人気なんだ、じゃあ他のそれビフォーアフターで変わった建物の事例なんだろうみたいな感じで結びつけてみたりとか、まあ、こういうところが一つ取っかかりになると思うので、ぜひこのランキング参考にしながら、まあ、作品覚える優先順位をつけていただきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。このランキングちょっと面白かったのは、意外とこのランキングに上がってくる建物たちって出題頻度もそこそこ高いので、さっきフラリさんも言ってましたけど、このみんなが好きな、建物、認知度が高い建物の問題を落とすと、それだけでどんどん差が開いていっちゃうということになりますので、うん、少なくともこのランキングに載ってる、建物に関する問題が出たら絶対落とさないでください。ここはみんな知ってるので、みんな取りに多分来ます。取れちゃいます。ですので、ここは少なくとも抑えましょう。で、今日、宇田上さんが作っていただいた資料を使って、やっていただければ十分、今からでも間に合いますので、ぜひ取り組んでみましょう。じゃあ、今日はですね、皆さん、約1時間、お聞きいただき、ありがとうございました。宇田上さん、じゃあ最後に一言、お願い。はい。まあ、ちょっと長くなっちゃって申し訳ないんですけれども、まあ、逆にこの日本建築の全体像というのを1時間聞いていただいて抑えられたかと思いますので、ぜひ今後の、勉強方法に役立てていただきたいなと思っております。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあですね、この後、また違うタイミングで、この西洋建築史もやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしていただけると大変ありがたいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。